岡県宗像市の国道で撮影されたドライブレコーダーの映像。乗用車が交差点に近づいた次の瞬間、左手から飛び出してきたのは鹿。走行中の車の正面に衝突しました。すぐに自力で立ち上がり、そのまま逃げていきました。この映像が撮影されたのは先月22日。車を運転していた女性に怪我はありませんでしたが、車のボディには生々しい衝突の跡が。思ったよりへこんでたなっていう、はい、洗車するまではずっと獣臭がしてましたね。毛もまだついてるし。突然現れた鹿に、女性は何が起きたか理解できなかったといいます。植え込みのあたりからいきなり出てきたっていう感じで、もう気づいた時には車の前にいたんですよね。全然わからなくって。福岡県によりますと、県内に生息する鹿はおよそ10年前に比べ 1.5 倍ほどに増えているとみられ、餌を求めて生息エリアを広げている可能性があるということです。